タルト陽のダラシーミー、皆さんこんにちは。しだれほたる役の竹達彩奈です。そしてしかだれ役の陽刑事です。最後の回をね、進めていきたいと思います。今回やる内容はこちら、ラムネを楽しみ尽くしなさい。今度はラムネを使った CM 風映像対決です。またですか。はい、これからですね、ラムネの15秒か30秒 の映像 CM を作ってみたいと思います。2人でそれぞれ披露した後、どちらの方がよりいい CM を演じられていたかを判定していきたいなと思うんですが、まあ、これでもう精一杯だったんだよ。ラムネってさ、意外と大人の飲み物なんだよね。うん、酒もいいけど、たまにはラムネ。終わり。ラップの時も思ったけど、はい、我々に無力感を与えるよね。そうそうなの。ひどいよね、なんかね。俺たちはダメなんだとか、使えねえやつだって思えるんじゃねえかみたいな、そういうことを思わせるよね。なんか困りますね、そんなのね。うん、ここまでのお相手はしだれほたる役の竹達彩奈と、しかだれ役と宇治原啓司でした。バイバイ。なんかこう6回目になると、ちょっとなんか終わっちゃうのが残念だなって気持ちになってしまいました。多分それはね、終わる喜びが残念だっていう気持ちの方に少しこう変化してるってことなんでしょうね。ですね。ちょっと何言ってか分かりませんでしたけど、まあなんか難しいこと言わずに、楽しんでもらうあれですから。